第9話で酔ったことこを看護学科の仲間が家に連れて帰ってくるシーン。カメラの取り口がこっちっぽい感じでなんとなくみんな抜けれるといいかな。だから僕が、2人よりも後ろにいる感じにできるといいかなと思ってまして。何やってんの。あ、ちょっと。で、それでギュッと首を絞めます。そうすると、なんか出てきて悪かった、迷惑。あ、いいえ、全然さあ、どう持つ。さあ、どう持つか。あれ、オフに行こうとした。あれ、お姫様じゃなくて。あら、え、このシーン、漫画だとどっちでした。漫画だとね、こうかついてる。そう、皆さんもすると全く。ありがとう。